から大盤美術部コンサートを開催させていただきます。この会場に目いっぱい飾られています美術部員の作品からミュージシャンの皆さんがインスピレーションを受けて作曲した曲を3曲お届けいたします。まずは小畑さんことパーカッションの小林武文さんからです。粘土ですね、はい、いろんな材料、材質の粘土とか、あとそれにいろんなパーツをこう手で触って、なんかいろんなこういう音を聞きながらその感じをそのまま、いろんなものを作ってもらいました、はい、それで、それを見て、曲を音楽をじゃあ皆さんの作品を見て音楽を作るっていう時に、こうまあこう並んでますけど、こう眺めてるシーンですね、その街の中をこう散歩してるような気分、粘土の家の間を縫って散歩してたりとか、こうちょっとその空を飛んでみたりとか、しばらくそれでこう一人で楽しんでたんですね。すごい。でそのイメージでアフリカっぽい音楽どんなんだろうと考えながら、曲を作ってみました。それでは部員の作品から生まれました小畑さん作曲のマリナ、お楽しみください。
ありがとうございました。皆さん、粘土の世界、そして異国の世界、旅した気持ちでお楽しみいただけたんではないでしょうか。さあ、続いてはですね、ジャズピアニストのさっちゃんこと中島幸子さんの新曲、繰り返す喜びの歌、お届けいたします。さっちゃんは繰り返しの世界をテーマにワークショップを行ったんですが、この繰り返しというのがさっちゃんの分野、数学が関係してるんですよね。原始滅体の4つの頂点を1回ずつ通るように、なんか道を書いてあげて、なのでちょっと組曲っぽいというか、いろんなパターンをつなぎ合わせていったような不思議な曲になっています。さっちゃん作曲の曲、繰り返す喜びの歌です。どうぞ。Thank you.
当にいろんなメロディーが次々と生まれてきて、クリ曲、本当その通りでしたね。さあ、続いてが最後の曲となります。ひろしさんの曲なんですが、はい、僕は今回この作品に作曲したんですけども、僕は今回はこの形一つ一つっていうよりは、この絵になる前からこの絵になるまでの時間の過程とか、その時のみんなの表情とか、もう目閉じてやってる姿とか、そういうことを思い出しながら、まあ、もちろん絵のことも考えながらやったんですけど、あの曲名がムーンというんですが、これは、はい、これはですね、あの今回ヌーみたいに書いてるなとか、あと塗るっていう字、まあ塗るしとか、はいはい、ひろしさんの曲ヌーン、どうぞお楽しみください。